ェフ三つ星フードトラック始めました。65点。批評家にケチョンケチョンにやられてしまい、全てを失った凄腕シェフがフードトラックを始める。ツイッターにバイン、フェイスブックと今風なアイテムを散りばめて、若干ややこしい父と子の交流を描いているんですが、今風アイテムをすんごい効果的に使っていて感心しました。今時の SNS は時に話の推進力に、時にトラブルに、時に転換期に、そして大きな感動に、そして父になっていく過程を描くツールとして機能していて面白かったです。めちゃめちゃ無駄に長い前編から不必要なシーンの多い後半と、何かと無駄が多い映画なんですけど、終わり方が気持ちいいので、許します。もっとフードトラック職種のノウハウ、料理の数々、しんどさ見たかったですけど、そこもギリギリ映してくれてるのでよしとします、見終わってまるまる食べたくなる映画でしたとかいう感想を持つ連中、心底苦手ですが、たまには言わせてください。キューバサンド食べたくなる映画でした。